こんにちは。株式会社フリンクの若井です。私は代表取締役ですが、現役の保健師でもあります。フリンクは同じ思いを持つ看護師チームが2018年に設立した会社です。ここにある車ですが、私たちが実際に所有するキャンピングカーの移動保健室で、このイラストのように保健室が人々の近くまで出向いていくことを目標にしています。本当に困っている人こそ自分から相談に行くことはできない、そんな思いから会社を立ち上げました。昨年のコロナの感染拡大の際には、移動保健室はお届けワクチンカーという事業で出動しました。たった2週間の準備期間でしたが、接種できずに困っている人のところに、いろいろな場所に出向き、1ヶ月半で3000回の接種を行うことができました。今回ご紹介するのは保健室代行サービス、オフィス保健室です。ではオフィス保健室について、うちの看護師、ケアマネージャーが、紹介してもらいますので、どうぞ。どうもミルクマンです。お願いします。いきなりやけどな、うちのおかんがね、会社にめちゃくちゃええサービスが入った言うねんけど、その名前忘れたらしいね、うん、いろいろ聞くんやけど全然分かれへんねん。ほんだら私がおかんのええ言うてるサービスの名前一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたか教えてみて。まるで会社の中に学校の保健室ができたみたいや言うてたわ。フリンクのオフィス保健室やないかい。その特徴は完全にオフィス保健室やがな。すぐ分かったよこんなもん。私もオフィス保健室や思てんけどな、おかんが言うにはそれで数百億円稼いだ言うにや、ほなオフィス保健室と違うな。オフィス保健室はな、どんな小さな企業でも従業員の健康を守れる社会にしたいっていうサービスやから、まだそんなに稼いでないわ。あれはフリンクもね、数百億円稼げる言われたらまだ荷が重いよ。あれはほなオフィス保健室ちゃうやない。それもうちょっと詳しく教えてくれる？なんかそれぞれのな、会社専用の公式 LINE があってな、健康のことだけじゃなくて、介護のこととか24時間 LINE で相談できて、会社に合わせた健康動画も LINE で送ってくれるらしいね。オフィス保健室やないかい。オフィス保健室は保健師以外にも管理栄養士、心の専門家もおって、ケアマネージャーまでおるらしいで。その時に必要な専門職が支援してくれんねん。健康動画はな、専門職が完全監修しててな、それを専門のクリエイターが分かりやすく動画にしてくれてんねん。めっちゃバリエーション豊富で飽きへんのよ、あんな LINE に届いたらついつい見てしまうよ。こんなもんオフィス保健室や、そんなもん何が分からへんねん。いや私もな、オフィス保健室や思てんけどな、おかんが言うにはめっちゃ美人な人ばっかりや言うねん。ほなオフィス保健室ちゃうわ。オフィス保健室はな、働くことを諦めないを支援する専門職の集団でな、思いついたら即行動するベテランの専門職ばっかりやから、顔では選んでへんのよ。もうちょっとなんか言ってなかった？最近介護で仕事辞めてやまう人も多いらしいねやんか。でも会社と連携した訪問看護ステーションのオフィスケアステーションもできて、直接サポートしてくれるらしいね。それはオフィス保健室やないか。オフィスケアステーション言うたら業界初のサービスだからな、オフィス保健室しかないね。すぐに相談できて、家族の介護にかかるあらゆる手続きが分布と短縮されるね。おとんが言うには厚生労働省の新しいサービスちゃうか言うね。いや絶対ちゃうやろそれ。もうやわ、ちょっともう時間が、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、日本中が仮想化していく中で、やはり医療が届かない地域の医療格差というのが起こってくると思うので、そういう時にはやはりこう細かな支援というのが必要になってくるので、まあ、連携しながらこういう活動が広げられたらなと思ってます。渡そう。